皆様ご機嫌様です。源愛です。今回の源愛と一緒、実は YouTube、ライブ配信しようと思ったんですけど、なんか24時間後じゃないと許可下りないみたいで、急遽動画にしました。なんかちょっと今回は、蟹座新月、昨日、7月18日だったんですけど、3時33分ゾロ目でね、いい感じで来てまして、ちょうど私の月、星座でもある蟹座新月だったので、ちょっと新たにチャレンジしようかなと思って、ライブではならなかったんですけど、ちょっとタイムリーな、新月に、絡んだ、ちむどんどんワクワク度アップする情報、そして最後の方には、よく質問とかね、コメントをいただいたりするんですけど、アセンションって、まあ、何かなとか、肉体を持ったままアセンションするとは、その方法、なんて言うんだろう、日々の、心がけ方みたいなのをちょっと、ご参考にしていただければなと思って、今撮ってます。今日ちょっとバタバタしてて、おかげさまでアセンション、チャネリング、アクティベーションとかレッスン、子どもちゃんたちが増えてきて、まあ、これもですね、普通のレッスンじゃなくて、今までそうなんか普通に音楽とか英語とか教えてたんですけど、最近のやっぱ子どもちゃんも変わってるので、あのレベル的にね、昔はほら、15分20分とかずっとね、レッスンしてても大丈夫だったんだけど、もう座ってられないんですよね。だからそれをするよりも本当に好きな、ことを開花してもらいたいので、それを見つけるために本当にもう遊ぶ、一緒に遊んで、まあ、やることはその音楽とか、絵とか、歌とかピアノとか、何英語とか、まあやれることは全部、ダンスもやるので、もうとりあえずやって、もうその子の伸ばして才能開花させようみたいな、感じでやってます。はい。でね、そう、まず最初、新月、皆さん意図設定、まあお願い事やってます？私、アメリカに12年ぐらいいたんですけど、アメリカにそうね行って25年ぐらい、その行く前から続けていて、やっぱりですね、文字に起こすして、まあ、左手で書いたりもしてたんですけど、今は、好きな色のペンでワクワクしながら、新月は意図設定、満月は感謝しながら、もう予祝みたいな感じで、お願い事を意図設定をしています。でこれがやっぱりいいっていうのは、意図して行動することによって、やっぱり宇宙が動いてくれるですね。前、並木さんとかも言ってたんですけど、結局私たち、あの意図だけ、結果を意図する、それだけでいいんだけど、まあ、エゴが働いて、そのプロセスどうしたらいい、こうしたらいいってぐにゃぐにゃ考えちゃうから、まあ、それが曇りとなってスッといかなく、自分でしてんですよね。自分で自分を首絞めてるぞみたいな感じ、で結局、ジーザスとかブッダとか空海とか、まあいわゆるアセンデッドマスターになってる方々は、もう本当宇宙、神、源、何でもいいんですけど、創世の信頼、本当にもうそうなるって、もう信頼度が一定の曇りもなかったから、もうそう思ったら、そのそれに向けてやるべきこと、インスピレーションもらって動いていく、やっぱり本当それしかないんだなって最近すごい思うし、それが本当に面白いように、アセンション、生徒ちゃんや、そのアセンションチャクラアクティベーション来てくださった生徒ちゃんのお母さんとか、本当にもうびっくり、やっぱ早いですね。その日のうちに行動しちゃったら、もうすぐ結果出ちゃったみたいな。この間
それこそ7月15日に来てもらって、今日さっき子供ちゃん来た時に、あ、はい、昨日そう、転職ってワードが来てて、ちょうど調べたらいいタイミングで、あ、これこの方にって、まだセッションする前だったんですけど降りてきてたから、それ紹介してでって言ったら、もう面接で多分これ確定ですね。まあ、このことに関してはまた詳しく、お知らせしますね。すごいから。まあ、はい。で、今日ね、そうそうそう、お願い事つってんだよね。で、蟹座新月は、ご存知の人も多いと思うんですけども、家族、仲間の結束、感情をコントロールする、理想のマイホームを購入とか、ファミリーライフやプライベートの充実、に関してのお願い事が、叶いやすい。で、あと体ボディに関しては胸部バストに関することのお願い事をすると叶いやすいのでおすすめです。はい、私も本当、ずっと続けてきたので、本当アメリカにいる時も、まあメジャーリーグでホームラン打つぐらいな、ジャズシンガーとしてニューヨークブルーノートで自己のバンドでライブできちゃったり、今の詩人にも出会っちゃったりと、本当にいろんな、その意図設定紙に書いて、まあ何個でもいいんだけど、まあ10個とかね、そのおかげもあっていろんなカラフルな人生を、経験させてもらっています。はい、なのでおすすめです。はい、であと、ちむどんどんアップ情報として、新月から、まあ、2週間ぐらいが鍵、まあ48時間、前後3日間ぐらいが、強いって言われてるんですけども、まあこの新月から2週間が鍵って言われてます。例えば接すると、まあ、良い人、ホテルのスタッフ、旅館の女将、シェフ、料理人、面倒見のいい人、家族、特にお母さん、母親ですね。で、親友、近所のおばさん、妊婦。食べ物だと乳製品、甲骨類、キャベツ、エビとかね、ああいうのね、貝とかね、ブロッコリー、肉じゃが、コロッケ、ロールキャベツとかが、いいみたいですよ。で、あと私これいつももうなるべくやるようにしてるんだけど、掃除するといいところ、結構掃除って気合いるんですけど、その、新月その星座の場所やるとなんかねスムーズにできちゃって、すごいねシンクロとかいいこといっぱい起こるんですよ。で、今回もね、そう、蟹座はね、キッチン、台所用品、冷蔵庫の中っていうことで、まあ18日に、やりました。で、そしたら、まあ、なんかね、何かを得たいからやるっていう、それを目的にしちゃうと執着になっちゃうので、その執着を手放しつつも楽しんでルルンってやってるとですね、主人がやっぱね、近いとこから来るんですけどあんまり私そんなに 接しないので、あの外にあのタクスキコなんで、蟹座だけに主人がですね、まあちらっと、それをやっていた私を、台所掃除とか始めた私を見ていた彼がですね、まあ私が一番大好物な果物スイカ丸ごと買ってきてくれたんですよ、ご褒美にで、まあそんな感じで、まあ期待しないで、まあ来ちゃったらうわラッキーみたいな感じで、またハードを上げていくみたいな感じがおすすめなんですけどね。で、まあ折しも、お牛座の、私太陽星座はお牛座なんですけど、お牛座木星期ですから、こうやって五感、食べ物とか香りとかですね、まあ音楽もいいですよね、五感を満たしてあげるといいんじゃないでしょうか。で、まあなりたい自分になれる、欲しいもの、願いをスムーズに引き寄せて、または最適化、してくれるチャンスを生かしていってください。はい、ということで、
まあ、前半こんな知得情報、ちむどんどんアップド情報だったんですけど、今からはね、リュチェルが、亡くなってしまったんですけども、そう、あ、またこれ話すと長くなるので、もう手短にいきましょう。結局私たちはその目の前のニュースなりこういう出来事、現実、目の前の現実を通して、そこから感じるものを手放すヒントをもらってるんですね。もう全て実は起こることはもうミューチュラル、いい悪いとか、ないんです、中道なんですよね。でそれをどう判断するかは本当その人が持っているその感情の執着とか、で判断してしまってるんですよね。で結局逆を言うと自分が持っているその想念観念概念感情の執着とかが目の前の、目の前に映し出されてその現実を作っているっていうことなので、もちろんその悲しむっていうことは、まあ誰にでもあることなんですけども、宇宙意識で、生きるようになるともうそれが手放せて、悲しまなくなる、そのリューチェルの、まあ、生き方を尊重する、そういうことを中道中庸な見方で受け入れられるようになるんですよね。で私もそうだったんですけど、あの東日本大震災の時見た時とか本当にもう一緒にドーンって言って辛くて泣いてしまったんですけど、実は今そういうものを手放すチャンス、地球に地球天国を楽しむために、あの源から降りてくる時につけてきたそういう感情、ネガティブな感情、そうじゃないと戻っちゃう、重くならないとここに立てないので、もうそれをもっと玉ねぎの皮みたいにこうつけてきたんですね。でそれを一枚一枚抜き出そうよ、抜いていこうよ。でそして右左、考え方、正と道とか、善悪とかの横の振り子ではなく上のその私たちの魂のふるさと源に帰っていこうよっていう、本当それがアセンションなんですけどね、次元上昇して、ワクワク、楽しいことだけをして、波動を高く強めて肉体を持ったままアセンションできる、すごいすごい時期が来ちゃったんですよね。それに自分たちが本当宝くじ当たったぐらいの確率で望んできた。でそのことを思い出すためにいろいろいろんなことが起きて揺さぶりをかけてくれるんだけど、それを感謝して今ここに持っている感情的執着を私は手放すことを許しますって言って、はぁーって手放すとまたちょっと上がっていく次のパラレル、もう常にその新しいパラレル、最高最善のパラレルはもう隣り合わせであるので、そっちの方にもう自分で、そっちを選んでいく。そしてだん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 、本当日々、日々っていうかもう一瞬一瞬の選択でですね、もう変わってきてるので、まあそこをできるだけ楽しんでいきましょうっていう時期なんですよね。はい。ということで、ちょっと手短になって、はしまったんですけれども、この一瞬一瞬、全ての経験、全てのそうですねことが私たちに気づき、目覚めをくれるヒントだということを、感謝しながら受け取って一緒にアセンションしていきましょうということで、今日はこんな感じにしたいと思います。はい、あれにも、概要欄にも出しておきますが、今7月いっぱいですね、そのちらっと言ってましたアセンションレッスン、アセンション、なんだリーディング、チャクラアクティベーション、これパワフルです、すごいですであと沖縄、今日はちょっと曇っちゃったんですけど、もう今最高の天気なので沖縄の
アセンションリトリートで皆さんとお会いできたら嬉しいです。モッシュ開設記念キャンペーンやってますので、ピンときた方はチェックイットアウト。 Hopefully see you soon。 それでは今日も口角上げて Have a great day。 See ya。 ごきげんよう。